皆さん、こんにちは。こんにちは。いい声ですね。2回だけでいいって感じですね。では、初めての方いらっしゃると思うので自己紹介させていただきます。私は大国主の巫女友です。そして改めましてホワイトラビッツのモモちゃん、モモちゃん、よろしくお願いします。モモちゃん、プラットフェスタ来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。モモちゃんは屋台がいっぱい出てるけど何か食べたいものとかある？今まだ屋台回っていないので、ステージが終わった後に野菜を回って何かを食べたいです。サービスしてやってください。お願いします。ところでももぴょん、鳥取で有名な伝説稲葉の白ウサギ知ってる？うん、もちろん。サメを騙して島を渡ったために噛みつかれて、赤向けにされちゃったウサギを大国主の尊が助けるという神話です。そして大国主の尊は八神姫という、方と結婚をするという神話です。ウサギは恩返しとして叶わぬ恋だった美しい八神姫様との縁を結んだことから、白ウサギの神白兎神と呼ばれたんだよね。なんとこの神話は日本で最古のラブストーリーとも呼ばれてるんだよ。そうなんです。そして、稲葉の白ウサギに、とも関係が深いのが鳥取市にある、白兎神社という神社です。白兎神社は何といっても、叶わぬ恋をも叶えてしまうという、超強力な恋愛成就の神社なんです。恋愛に困っている皆様もぜひぜひ、参考にしてみてください。そんな白兎神社稲葉の白ウサギにちなんだ、ごめんなさい。ありがとうございます。すいません。次の曲は、稲葉の白ウサギにちなんだ曲、大黒様ロックという曲です。本当です。今回はスペシャルゲストのヤズピョンも一緒に踊ってくれます。皆さん手拍子で盛り上げてやってください。